どうもこんにちは、ムンムンです。今日はですね、いつもの博多駅からなんですけど、福岡ってさ、温泉っていうイメージなかろうないね。そう、多分ね、全国的に見てもそうなんですよ。ただ実際は温泉ってあるんや。でしかもこの博多駅から結構近いところにあって、二日市温泉っていうのがあるんですよ。でなかなかここがよくってね、で博多駅からもうすぐ近く、実は10分もかからないね。いや10分かかんじゃない、快速だったらかからんかな。快速だったらかからん、快速ではかからん、ね、なのでその二日市温泉に行きたいから二日市駅まで行って、あそこからぶらり旅やっていきたいと思います。よろしいでしょうか。じゃあ行きましょう。はい、行きます。博多駅の鹿児島本線からこう下ね、竹下笹原ってあって、カルダの前のスカイチ280円あそこまで、行きたいと思います。行きましょう。はい、さあ今からスカイチに向かいます。はい、スカイチ駅に着きました。スカイチです。快速だったから実はここまで14分ぐらいで着きました。はい、早いね。うん、早い。ね、でなんかこの柱がなんかここもこれを見ても分かるように、太宰府天満宮っていうね有名な観光地が近いから、多分こういったね、色になってるんじゃないかなと思います。二日市駅です。着きました。はい、じゃあ改札を行きましょう。はい、そうやね、快速待ちの普通かな。やっぱ太宰府天満宮が近いんでしょうね。ここからでも歩いていくのはちょっと厳しいと思うけど、遠いよね。うん、遠いと思う。戻ってきた部分はここ初めてだね。そうね。うん。おお、降りること自体が初めてですね。お、乗り場のご案内ですね。あ？あ、上に鳩いた。そういえば。マジ？とこ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 。とこ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 言いようよね。うん。鳩が中に入ってくるんやろうね、たまに。さあ、二日市駅はこういった感じの駅です。お、右側通行ですね。昔ここが駅、ホームだったんですね。うん、のぞっちが気づいた。で、今はここ、さっき降りたところが地盤乗り場になってますね。はい、お、ありましたよ、二日市温泉。そこそこ、あ、ほんとだ、ね、から福海峡温泉に歩いていきたいと思います。うん、お、来た。本当だ。うん、緑。最後にドーンとでかいのが来ました。さあ、改札を出てみました。あそこにね、梅ヶ枝餅売りよっちゃうんで。へー。うん。かっこいいね。かっこいいよね。ねえ、絞りで本当に書いてある。福海地域です。さあ、行きましょう。はい、こっち側だそうです。いや、この前行った西鉄二日市駅、うん、はいはい、もう近いらしいんやけどね。うん、西鉄確かあれやろ、うん、上になるってやろ全部。そうそう、あ、全部じゃなくなかったっけ。ね、どっからどこだったかな、二駅ぐらいは下なんや。うん、二駅ぐらいを上にやるっていう工事をね、今しようらしいよ。2駅だけな、2駅だけ、2駅か2、3、3つか2駅だけ。そう、なんでなんで。うん、それより天神側はもうすでに
効果なんよね。ああ、そうね。え、いや、そうじゃなくて、うん、なんちょっとの2、3駅だけでな。え、それはやっぱりお金かかるけん、ずっとはできないよ。あ、飛び飛びずっと。でも、効果する年にもお金かかるよね。え、スカイチ駅です。じゃあね、どんどん立てるんやろうけどね。そうね、一気にするとね、大変やしね。うん、のどくの嫌いな匂いが、うん、そうなん。これこれ、お、スカイチ温泉は次を左ですか。交番じゃん。交番ありますね。あ、左すげえな、このなんか。はいよ、今線路沿いを歩いてます。1キロぐらいやったっちゃね、地図で調べると。そっか、これを左らしいんですよ。はい、踏切を渡って。なるほど。うん、じゃあこの今カンカン鳴ってる踏切を。お、あったあった、案内ありました。お、あ、書いてある。うん、スカイチ温泉踏切注意。さあ、ここはね、ちゃんと待っておきましょうね、うん、危ないからね。そうね、動画を撮りたいからといってこの中に入っちゃダメですよ、絶対。本当だよ、うん、近くにグイーとか行ったらダメよ、分かった、うん、なるべくちょっと離れてね。のためのこれかな。あ、これは車用か。この踏切自体が人間と車用やろ、うん、遅いね。あ、両方って書いてある。両方、本当だ、両方か。どっちから来る。お、来た来た来た。何、普通電車かな。お、ここは来ないね。え、来たって言った。いや、来たけど、来た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 。うっそ。あ、来た来た。まあ、止まるからね。おっそ。普通クルメ行きやね。こここそ高架にすればいいのね。高架、うん、高架って高架だけ上。あ、渡り終えた瞬間また両方ですよ。そう、渡ったら両方来てまた両方。あ、ね、ね、さっき普通電車が2つ通ったけん、次特急とか来ないかな。今電車止まってる。止まってる。ちょっと待ってね。あ、止まってる。多分急行待ちだ。いやね、急行じゃなくて快速か、うん、特急待ち。止まるよね、両方。おお、スカイツリー。はい、行きましょう。なんかこれを言って本当に温泉に着くのかっていうちょっと不安な道でもありますが。そう、ね、大丈夫でしょう。大丈夫でしょう、うん。大衆居酒屋博多男塾とおかず専門店取り放題。いいね、こういうとこで食べてみたいですよ。そうですね、ねえ、なんか地元の人が知るっていう感じの。お、ここ唐揚げ屋さんか。そう、なんかこういったあの、はい、なんかな、居酒屋的なところが多いのかな。多いね。いいね。いい。ブラブラの旅って行った菓子、はい、とはちょっとやっぱり違う街ですね。そう ね、 ね、違った良さがありますね、はい、向こうにスカイチ駅がありますね。なんかぐーっと回ってきたような感じかな。直線が来れるといいですけど。そうね、ね、
なんかこの橋すごいよね。まだかな。そうね。あ、なんかで、ね、着いたような気がする。マジ？うん。あ、あれだね。あ、意外に近い。そう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 。あれだあれだ。あれか。うん。着いた。あ、近い。本当にこんなところにあるのかちょっと不安でしたけど、無事着きましたね。あれ？そう。深市温泉着きました。おー、だからね、福岡にもね温泉あるんですよ。でもここはあるじゃないかな、うん、結構狭い方ですよね。そうね、博多湯とか言ってるね。じゃあここにね、うん、使いたいと思います。ここにもあるんよ。え、ここほら、本当だ、こっちにもね、もこっちにもあるんですよ。なるほど。うん、こんな感じの。向こうに行ったら、うん、旅館とかが確かにあるのね。へえ。じゃあね、帰りましょうか。はい。今、うん、こっちの温泉か、うん、こっちか、うん、迷ってます。どっちに入るか。どっちはこっちやろ。いや、こっちは本当にあるのかなみたいな。あ、中に温泉が、うん、あ、あるよ、もちろん。え、でも結構狭くない？これ。そうなんよね、狭く見えるけどね。じゃあ俺こっちの方がいいかも、うん、でもこっちの方が立派やないかな。なんかこっちのこのなんかなんとか全部言って、うん、スカイチ温泉。へえ。今回は ね、こっち側の温泉に行きましょう。お、ここが有名な太宰府天満宮じゃないですか。おー、ね、で、こっちから、あ、スカイチ駅。お、スカイチ駅あります、ね、九州最古って書いてあるよ。すげえ。ねえ、スカイチ温泉。じゃあ行きましょう。はい。さあ、どうでした？よかったです。よかったですよね。中はこの思ったより狭くなくて、うん、ねえ、そうね、なん、もう何でしょう、お湯がいいね。そうね、うん、お湯がいいです。はい、疲れが飛びました。はい、ねえ、だから博多駅から本当にこんなに近くにこんなにいい温泉があるっていうのがね、あんまりこう知られてないっていうか。そう、うん、すごくねえ近いし、ちょっともうちょっと中がちょっとね、かなり広くはないから、うん、大人数で来るときはちょっと厳しいかもしれないけど。そうね。うん。いや、良かったですよ。じゃあ、うん。ちょっと。ね、もう一回行きましょう。スカイチ駅に帰りましょうか。うん。はい。1階、2階までしか残ってたよね。うん。この2階がね、休憩室になってたんよね。そうね、うん、休憩時間がある人はここで本当にこうくつろげるので、2階で休めるスペースもありました。はい。ここに公民館があるんですよ。なんか公民館、スカイチ温泉キャラクターの温泉小僧です。行きとは違う方向からちょっと帰ってみることにしました。多分遠回りよ。遠回り？本当に？道に迷ったかとずっと心配やったけど、うん、大丈夫そうです。そうね、うん、たまにはブンブンの言うことも合ってるね。うん、でも方向音痴。お、二日市温泉行きのバスが、これの逆があればよかったのかな、うん、ほら、あそこが使い地域ですね。これどうした？わからん。線路の内側にある。ねえねえ、それよりあれ見て。あれ、あのほら右側に一棟のがある。あれじゃないと待機車両ってことだ。ねえ。すげえ。じゃあ行きますか。
はい、カフェらしいですよ。やば、なんかめっちゃデザイン。ねえ、さあ戻ってきました。一周したね。そうそうそう、一周した。うん、ちなみに、はい、二日市っていうのは、うん、二日市ではないです。うん、福岡県二日市ではなくて、福岡県、うん、筑紫野市二日市ですね。うん、知ってた？え、筑紫野市っていうところらしいですよ。へえ、うん、ここすごいなんかおしゃれ。おしゃれやね。やば。あ、なんかカフェって書いてある。へえ。はい、二日市に着きました。はい、疲れましたね。はい、足が痛いですね。でも、よかった。よかったね。ね、はい。温泉も入れて。うん、満足。うん。スカイチ駅に戻ってまいりました。はい。ということで、今日の動画はこの辺で終わりたいと思います。また温泉の旅したいですね。うん。うん。それでは。チャンネル登録とね、高評価。よろしくお願いします。コメント欄にも、ね、感想を打ってくれれば絶対返すんで、はい、よろしくお願いします。じゃあねー。バイバイ。